大内縛り始めましょうか。全パートであれだね、オープン戦の途中で終わってたんだね。まあいいでしょう。トレード依頼が来ましたが、まあ両内の選手って今どっかにいるのかな、もしかしたらいるかもしれないけど、まあ基本的にトレードは使わないでいいでしょうということで、留学生はいない、そしてまだまだ勝てない、でもそろそろ勝たないとちょっとお金が来今年厳しくなるけど大丈夫ですかというところで、頑張って勝ってくれることを願ってシーズン終了までいきます。シーズン終了しましたね。39.5 ゲーム差、これワンチャン100敗の壁を突破できたんじゃない。43勝93敗、やっぱ一歩ずつなんよ。16、21、23、30、43とちょっとずつ強くなってる。ピッチャーが 4.28、野手が、あ、2割4分まで上がってる。え、打率めっちゃ上がってるくない？ OPS は最下位だけど、まあ、打率は一気に2割4分まで上がっておりますと。ピッチャー陣ね、今年今永が全然ダメでした。5点台です。もう衰えたのかな？いや、去年メジャー行ってくれれば一番高い時に売れたのにね。打っては室井が2割8分くらい29本75打点5盗塁と、完全にもうこいつのおかげなのかもしれない。調子が、打撃が良くなったのは。若林で、あとはね、6とかだもんね。結局1人だけだね。室井だけいいバッターに育ちました。こういう選手をやっぱり何人も作っていくことができればチームが強くなっていくと。タイトル選ばれてるかな。ベストナインなし、ゴールデングラブなし、特になし。なんかタイトルね、引っかかりたいね。もう今永メジャー行ってくる。今永の年俸どうしようか。いやー、金がやっぱり15億。スカウトには金かけたいから、ちょっと SA のスカウト行きますか。でも投手あんまいらないんよな。この二人投手なんよな。まあでも一回投手でも SA で行くか。外国人スカウトも金かけ、外国人はもうちょっとあったな。もうちょっと金に余裕が出てきてから外国人取りましょうか。外国人なんて結局 A ランク取らなかったらあんまり意味ないんで、今永の年俸が3600万、いやもう今永は400万でいいです。最悪あと2年で FA 出ていくかもしれないけど、いや3600万払うか。伊勢はいいね。30歳、まだ30歳です。1点台頑張ってくれてます。7勝してます。野手には払わらんといけない。室井が1億4000万、金がやっぱりだんだんなくなっていきます。引き地が7300万、これで7300万よ。2割5分で2割2分で4800万、クソ高えな。ちゃんと払わないと。せっかく育てて出てかれるのが一番悲しいんでね。野手にはちゃんと金払っていくと。ピッチャーは最悪金払わなくてもいいのかなと。三島引退、まあ、この辺のピッチャーはもう一回420万にしてるから、もうあとは全員420万でいいです。正直な、クビにしてもいいです。山田156キロ、ラッセルもな。ラッセルも衰退期です。外国人取らないとな。ただ外国人取ってもね、正直微妙なんでね、わざわざ取る意味があるのかと。いい選手来ないんでね、いいスカウトにしないと結局いい選手が来ない。でもガチャとかあってもいいよな。巨人でいうウォーカーとか、そういう、まあ、オリックスのセデーノみたいな安いけど活躍する外国人とかも、なんかそういうのもパワープロに実装してほしいんですけど、安くでいい外国人ってほぼいないんでね。
ほぼいないというかいないでしょ。いい A ランクのクソ高い外国人しかいい選手がいないと。三球種はちょいちょいいますね。だからまあ転生がいないんであればドラ1はもう野手でいいです。両打ちの野手、両打ちの野手を取りに行ってるんで、うちは転生いなさそうなんで両打ちの野手いきます。果たして問題は両打ちの野手がいるのかと。若松、いやいいのいないな両打ち野手。不作か今年両打ちの一人もいない。そんなことある。あ、一人しかいない。あー、こうはった。さすがにドラ1じゃ消えねえかこの二人は。さすがにね、ドラ1投手いくか。じゃあうーん、田坂いきますか。右のサイドスロー三球種持ち。さあドラに、こっからはちょっと二刀流いくよ。二刀流じゃない、両打ちいくよ。まず中込、確実に両打ちを取っておきたい。小畑、佐田、まあ、強くない3人ですが、まあ、確実に取らせていただきましたと。さあドラフト5位、投手いいのがいたら取ってもいい。わざわざ取る必要はないと。三球種がいたら取りますが、まあおそらく三球種はここまで残ってないんで、まあいい特能を持ってる選手。大したレビュー打たれ強さ C。対左 B 対ピンチ C。まあピッチャーでもいっか、そんな取らなくても。ドラフト4位まで取れたしね。覚醒枠のドラフト4位も取りましたと。田坂、中込、小畑、佐田。やっぱり今野手がない、まだまだ足りてないんで人が。目標はやっぱり松井和夫を取ることだよね。寸前罰、中込、小畑、佐田、育てるしかないんだよ。素材型しかいないんだから、どうせうちの、どうせうちの選手は素材型しかいないんで。大谷翔平な、大谷翔平もな、ピッチャーだけだったら取れたんだけどね。お、藤井が先発としてメジャーだ。朗希はまだいけないと。入学時から海外行きたい、それ言ってたもんな朗希は。さあうちも誰か取ってもいいかもしれない投手。あ、でも安、みんな安いね。6,000万5,900万7,800万、安くね。これ全員取れるでしょ、2人しか取れないんだ。ってなってくると入江、今江、この2人安いから取ってもいい。9000万の単年契約、9900万の単年契約と。さあ入江、今江、よし、バカめ、単年の年俸の高さに釣られやがって。来年年俸下げてやろう。これこの金で取れるなら安いもんでしょ。あ、バウアーとかもいるんだ。さすがにもう取れてるか、37歳。三球種ですがすごい赤徳がいっぱいあると。イヒネとかいるね。三球種ですが軽い球支給シュート回転と。三球種は基本重宝されるからね。さあ両打ちいますか。あ、ウィンター帰る、いやウィンター帰らないでくれ。せっかくキャッチャー A まで育てたのに。外国人はそれがあるからな、勝手に帰るからな。ウィンター年俸おいくら万円。あ、3100万円か。せっかくキャッチャー A までしたんだから、ウィンターと再契約と。さあ海外留学今年行けるんで、コリアに、
コリアに行くとお金がなくなりますが行きましょうと。中郷を引き地のまあ2人かな、この野手2人を生かして、いやだいぶ戦力も整ってきたね、強くなってきたね。だが金がねえと。キャンプ終わりましたと。田中が逆境になった。まあ、留学生も51日ということで、開幕してからもしばらく帰ってこないんで、まあ、ここで終わりましょうか。あとは練習し、リトスカウトへの指示をやっときますと。バイバイ。